罰ゲーム告白を本気にする陰キャ。ちょ、やばい。隣のクラスの女子に告られたんだけど、しかも一軍。マジで？あれ？でも前まで君一軍女子に豚扱いされてなかった。好きな人にはちょっかいかけたくなるもんじゃん。あ、そっか。で、誰なの？ミカちゃん。わかんない。かわいい。顔のレベルは僕とトントンで、豚に似てる。オーフトントン。両思いな二人だね。え、前から仲良かったの？いや、あっち一軍だし、話したことないよ。え、じゃあどこに惚れたんだろう。僕のルックスがドタイプだし、特にこの油。オーフ見た目重視。ベタベタすんなよ。まだベタベタしてないわ。でもさ、やっぱキスとかもすることになるよね。まあ、いつかはね。緊張するな。キスってさ、どうすればいいの？吸引前提？わかんないな。でも、キスなんてまだまだ先じゃない？じゃあ、どんなスキンシップから始めたらいいかな。まあ、最初は、これじゃね。何それ？あ、手間？初手空手？おい、ミカちゃんいるじゃん。いや、まだちょっと距離あるんだよね。じゃあ、あだ名で呼び合えば？あ、僕はハリーポッターに似てるから、ハリーって呼ばれてる。じゃあ、君を、ハリーポッターのキャラの中で呼べばいいんじゃない？ミカちゃん誰か演じないの？ハグリッド。やめとこうか。あ、来ちゃった。今日一緒に帰る？は？無理。え、付き合ってるのに？いや、今日4月1日だよ。僕は記念日を忘れたりする男じゃないよ。あ、違うよ。4月1日だから、嘘ついてもいいってことじゃない？あ、今日エイプリルフール。エイプリルフールは冗談言ってもいい日だから。あ、なるほど。ミカちゃん、ごめん。君の告白はオッケーできない。って、嘘。おー、エイプリルフール。使いこなしてんじゃん。いや、告白が嘘だから、罰ゲーム。チャンネル登録と高評価、よろしくお願いしますね。